はい、吉田隆の教え方チャンネルです、えー、今日は5年生の道徳祖母のリンゴについてお話をします、えー、内容項目は家族愛家庭生活の充実ですそれではあらすじです、えー、認知症になってしまったおばあちゃん私の大切な日高木を雑巾にしたり、えー、水筒に花をいけたりするついついきつい言葉を返してしまう私ところが私が熱を出して学校を休んだ時頭を撫でてくれてリンゴを吸ってくれたものを出してくれた その瞬間、小さかった頃のことを思い出した、優しかったおばあちゃんのことを思い出し、涙が止まらなくなったという話です。はい、えー、こういった認知症の問題がいよいよ道徳の教材の中に入ってきたんだなというふうに思いました。えー、私が現役時代にももうすでに認知症サポーター養成講座というのが小学生版でありまして、私の学校にもそういった方たちに来ていただいて、子どもたちに授業しました。私の母も 軽い認知症を患いまして関係の本をずいぶん読みました、えー、これはですねやはりね理解と同時に対応方法の基本も学んでおく必要があるというふうに思っています、えー、学習指導要領の解説には指導にあたっては自分の成長を願って愛情を持って育ててくれた家族に対して尊敬や感謝の念を込めて 家族の幸せのために自分は何が貢献できるのかを考えてみる機会を設定することが求めてあるこの何ができるかというところがうまくいかないといくら感謝の気持ちを持っていてもそれがうまく伝わらないんですよねそこでまあ道徳としてはどうかなとも思いつつ、えー、まあ家族愛についての理解を深めつつ認知症への正しい理解と対応の基本を学ぶという形で指導計画を立ててみました。 はいえー、それででは授業です、えー。皆さんは認知症という言葉を知っていますかというところから初めて資料を判読、えー、おばあちゃんがおかしなことをするのはどうしてですかとこれ認知症ですね、えー、私に叱られて認知症のおばあちゃんはどんな気持ちになったと思いますかとこれはね、資料を読むと悲しい気持ちというふうに子どもたち、ね、思うと思うんですけどもね、まず不安になるんですよね。 えまあ中にはね、日初になったおじいちゃんなんかが怒なったりするというようなこともあるんですけども、これも不安さから生じるものなんですよね、まあ、これについてはね、後ほど紹介する動画で詳しくあるので、そこには触れないでおこうと思うんですけど、触いる必要は授業ではないと思うんですけども、先生方をご存知になっておいた方がいいかと思いますね。 お父さんは私のおばあちゃんへの行動を見てどう思ったと思いますかこれはお父さんも悲しい気持ちになったと思いますね。えー、そして、看、え、病、ー、してもらって私はこれからどうしたいと思ったのでしょうと。まあ、資料の流れからいけばね、おばあちゃんのお世話をちゃんとしたいというふうにね、えー、な風に子どもたちは答えてくると思うんですけども、えー、その後の残りの時間なんですけどもね、えー、いろいろ動画当たってみたんですけど、認知症サポーター養成講座小学生版と。 いうのは14分でありますこれこのまま検索かけていただくと見つかると思いますので、これを子どもたちに見せるのが一番いいと思いますね。もしそれができないなら、先生方がそれをご覧になってね、ねいくつかの基本原理を子どもたちにきちっと伝えておくといいと思いますね。まあえー、そこにはね対応の基本としてね、ね認知症になっている方を驚かせない、えー、それから急がせない、自尊心を傷つけない、傷つけないということで、具体的な方